なんか食べないと。散らかってるな。あ、出てきたんだね、こっちまで。お前ね、寝てるの。あ、起きてる。水これこぼしただけでしょ、これ。飲んだの？飲んでないよね。ウェットじゃなくてカリカリのが入ってたな、お前。どう？元気？ちょっとエスコ開けるよ。慣れてきた？そこあったかいでしょ。シーターか。シーターあるから。いるじゃん。ご飯食べてる？またこれで食べる？もうやだ。お水だから、お水。いらないの？お水いらないの？か、ちょっと待って。でもまあ良くなってきたしね。 OK。 蓋するよ。はい、じゃあ、あとカリカリちょっと綺麗にする、あと。ちょっと昨日キャットフード食うかなと思ってキャットフードあげてたんですけど、ちょっとダメだったんで、なんかネット見たらドッグフード動物園であげてるとこあって、動物園かな、わかんないけど、なのでドッグフード、柔らかいやつ、15歳以上、あいつ何歳かわかんないから、柔らかいやつと、あとさつまいも、なんか芋食うらしいから、これ食わなかったらこれちょっとチンしてとかやったら、なんか普通にこれ俺も食いたいので、とりあえずこれでちょっと試してみようと思います。さっきめっちゃ水飲んでた。おお、美味しそう。いいじゃん。よし、ちょっとこれあげてきます。ちょっと部屋のスタイルを変えました。これまさかの猫のトイレ、猫のトイレちょっと買ってきて、このなんか木のやつ、これ純粋なただの木のペレットとか食べても大丈夫。ちょっと自然っぽさ欲しいかなと思って、ポチがここに寝てます。でかっ。なんさっき水をめちゃくちゃ飲みました。トイレがね、寝ながらしちゃうから、ここで寝てくれれば、ね、体にもつかないんじゃない？よし、ちょっと後で移動させるか。ケツ出てたけど。坊ちゃん？
もうちょっとそっち行けば。ちょっと今から壁作ってあげるからね、部屋っぽくちょっとコーディネートしていきましょう。部屋っぽくね、ケツ出てるよ。もうちょっと進んでこの屋根にちょっとね、つけるとこなかったから屋根にこの暖房を内部に入れていきたいと思うんだよな。どうしよう、どうしようか。できました、ポンちゃんちできました。これ結構機能がすごいですよ。猫砂入りのトレー、もう寝てるね、この見えないね、段ボールのこの屋根の上にヒーターが内蔵されています。かなりあったかいんじゃない、これ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ちょっととりあえず新しい新居楽しんでください。それではこんな感じで、また明日ね。